嵐製紙のフードペーパー。廃棄される野菜や果物から作られる植物由来の紙文具ブランドです。洋紙でも和紙でも表現できない独特な風合いが特徴。環境に優しいフードペーパーは越前和紙に新たな可能性を見出しています。ノートだけでなくメッセージカードや小物入れ、味わいのある旬の紙文具をお楽しみください。日本三大和紙の産地、福井県越前市。およそ1500年にわたり伝統の和紙を作り続けています。しかし和紙需要の減少や生産者の高齢化により、和紙の原料となる植物の収穫量が激減しています。産地存続の危機から脱却するため、老舗五十嵐製紙は新たな原料を使うフードペーパーを生み出しました。2年前にこう原材料不足で次の世代に引き継ぐためにどうしようかって悩んでる時に、息子が5年間自由研究で食べ物から紙を作るっていうことをしていたものを見て、それをヒントにこの商品を開発させていただきました。この私が漉いた越前和紙を通してフードロスのことを知るきっかけになってもらえたらすごく嬉しいです。フードペーパーを端掛けに全国、さらには世界中の人にもっと越前和紙ってすごいことやってるよっていうことを知ってもらいたいです。